こんにちは。今日はいつもの DIY に代わって IKEA の収納棚を作ってみます。キャビネット1万2000円と送料1500円でオンラインストアから購入。店舗で買うときと同じ状態で配送されてきました。後日自分好みにするため簡易修正剤を使った無塗装の収納棚を選択。簡単な工具が付属していますので、プラスドライバー1本を自分で用意すれば組み立てできます。組み立てに必要な部品がまとめられ、壁掛けや連結も可能な付属品がたくさん入っています。壁に取り付けますので、今回はほとんどの部品が余ります。実際に使用するのは6点ほどです。まずはじめは、天板に位置合わせ用のダボを挿入しましょう。部品をなくさないように箱に移すのが良いでしょう。天板と底板を用意します。使う板の見分け方は、お家にダボが入る穴があるものを選んでください。ダボを入れていきます。ダボは全部で9個入っていますが、使用するのは8個です。手で入らない場合もあります。そんな時は軽くハンマーで叩き入れましょう。音が変わり、奥まで入ったことが確認できます。次は天板に側板をはぎ合わします。一番長いビスと S 字の六角レンチを出します。ここからは組み立てたものが大きくなりますので、広い場所で作業を行うとやりよいです。側板は棚板の高さが調整できるようにたくさんの穴が開いているものです。側板、天板に背板を入れる細い溝が板の端から端まで掘ってありますので、細い溝がつながるように板同士を合わせます。溝が合っているか確認しましょう。先に準備した長いビスと S 字の六角レンチを使います。ビスの頭と木材が面一になるくらい締めました。
電動工具があれば楽に早く閉めれそうです。反対側も同じようにします。溝が掘ってあるところを合わせましょう。付属の S 字、六角レンチ、早回しできるので良いですね。最後は硬いのでビスが浮かないようにしっかり締め付けます。怪我をしないように注意が必要です。次は生糸を取り付けていきます。作業がしやすいように反対に向けます。重量がありますので気をつけてください。無理な力がかかると締めたビス穴から板が割れてしまいます。背板は2つ折りになっていますので開けて使います。もう一つ部品を使うようです。この細い板を背板の間に挟んで取り付けるみたいですね。背板がたわむので下から押し上げて入れます。キャビネットを縦に作業した方がやりやすいかもです。ようやく入りました。次は反対側の側板を取り付けます。先ほどと同じく付属のビスと工具を使いましょう。こちら側もたわんで入りがたいですが、背板が溝にはまるように入れます。机の上は作業しにくいですね。家具は床の上で組み立てをおすすめします。
しっかりはまったらリス止めしましょう。次は扉のヒンジをつけます。一旦出来上がったキャビネットを起こし、内側の穴にヒンジステーを取り付けます。800ミリサイズは大きいですね。説明書と同じ形の部品を探します。ビスは一番短く太いものを8本使用します。ヒンジの穴が複数ありますが、説明書通りの位置で固定してください。工具は付属していませんので、あらかじめプラスドライバーを用意しておきましょう。時短のため、電動ドライバーを使用。ヒンジは後で調整するので、最後まで締め付けず仮止めしました。取り付ける位置は棚板用に空いてある穴の一番上と下に取り付けます。使用している電気ドライバーはパナソニック製のもので、小さくトルクもあるので使いやすいですよ。概要欄にリンクを貼り付けていますので、気になった方はチェックしてください。説明書には行く通りも取り付け方法が記載されています。
壁掛けの場合、ここまでの作業で一旦壁に取り付けます。木工用の30のコースレッドを使います。壁にはこの穴から直接ビスで取り付けます。一人で作業をしていますが、高い場所の取り付けは二人いた方が安心です。パイン修正材は結構重いです。見えないですが、足でキャビネットを支えてます。なんとか取り付けできました。最後は扉の取り付けです。扉にスライドヒンジを取り付けます。穴も開いてますので、ビスを2本留めるだけですね。扉側のビス2本は調整もないので、仮留めせずしっかり留めます。自分でデザインし家具を作るときは、取り付け位置に四苦八苦していましたが、最初から加工済みの既製品はとっても楽でいいですね。
電動ドライバーで止めた後は最後まで閉まっているか手回しドライバーで確認します。キャビネットに扉をつけていきます。難しそうな調整も図で分かりやすく解説されています。Adoで扉の位置を調整しますので、落ちない程度にキャビネット側ヒンジのネジを締めます。扉の調整方法が記載されていますが、難しいことは苦手なので、適当に固定します。その前に棚板を取り付けるそうです。付属のピンを4個付け、その上に板を置きます。左右同じ高さに差し込みます。
棚板を取り付けましょう。ピンの位置がずれていると安定しません。扉に隙間がありますが、以前作ったものも完全には塞がりませんでした。湿気がこもらないように設計されているのかもしれません。動く範囲で隙間を埋めてみます。まずは扉の上下の高さ調整。扉の位置を決め、仮止めしたキャビネット側ヒンジのビスを締めます。反対側も扉の高さを決め、仮止めしたビスで固定。今度はスライドヒンジの2本のネジで隙間調整。手前扉側を締め付けると内側に寄ります。もう1本内側のネジは緩めておきましょう。扉の隙間が任意の位置で決まれば、内側のネジを締め付けて完了です。上のスライドヒンジも同じように調整します。反対側も同じ手順で行います。
完成です。じっくり見ていきましょう。無塗装で修正剤そのままです。オイルや塗装で自分好みにできますね。このサイズで12,000円は自作するより安く済みます。肌触りは修正剤そのままですね。無塗装のままだと日焼けしそうです。2本のビスだけで固定していますので、重量物は控えた方がいいかも。 3D プリンターの材料を入れてみました。他のものと合わせ重さは 20kg 以上です。半年使用しましたが、ずれることなくしっかり固定されています。棚板の高さは自由に変更可能がいいですね。IKEA のイブアールキャビネット、組み立て総時間は40分でした。ホームセンターで売っている修正材を加工すれば1日はかかるので、忙しい時に助かります。最後までご視聴ありがとうございました。木工 DIY かわいい犬猫 3D プリンターの動画を作っています。よければチャンネル登録お願いします。